ようこそ当美術館へ。おもちゃデザイナーの相澤です。ここでご紹介する、おもちゃは私の作品、ね、キュービーです。これは、当時スイスにありましたけれどもね、スイスのネフ社で、私が製品にしていただいた、5番目の作品になります。それではご覧いただきましょう。はい、では、キュービー遊んでいきましょうね。キュービーここに、並べましたけれどもね、こちらが、スイスネフ社で製品化していただいた、ものです。でこちらにあるのは私が作った、手作り品というか、試作品になります。こうやってね、この5つを見ると全部同じ形なんですね。白、黒で赤が中に入り込んでまして、ですからこれ全体で5つでこうやって組み替えます。こうして真ん中に赤を押し込んだ上でこんな風にするとこれでね5センチの立方体になるんですね。5センチの立方体といえば、お分かりでしょうか。ここにキューちゃんいますね。キューちゃんまた、5センチの立方体の帽子かぶってますね。はい、つまり全体でキューちゃん2個分、つまり、5センチの立方体が2つ分、つまりリグの2つ分とかネフスピール2つ分しかないというね。でこれを、私はネフに提案というかプレゼンをした際に、袋に入れてで、巾着袋みたいなね、これで送りました。でコンセプトは何かっていうと、アートインポケットってね、アートをあなたのポケットにみたいなね、こんな感じで、ちょっと軽く、旅行に行く際に持って行って、電車の中でちょっと退屈した時に、ちょっと遊んでみるみたいなね、そんな感じになるといいなぁなんていう、そんな思いで作ったのを今思い出しました。で、これをネフ社に送りまして、これをですね、製品化していただく際にこんな色に変わりました。白と赤は同じなんですよ。でもね、黒がグレーになってますね。黒がグレーになってて、チャコールグレーっていうのかな。で、実を言うと数も変わったんですね。こちらの、試作品は赤が2つ、全体の10個のうちの赤が2つだったんだけども、白が2つになりました。このように色を変えたのは、アークレインボーの作者でネフ社のチーフデザイナー、イケメンのハイコヒリックです。でこれを製品化する際にハイコはね、思い出すんですけれどもね、とてもなんかねビビってました。つまり私がつけた色を、無視してこのように変えてしまって、相澤が怒るんじゃないかっていうね。私は怒ったりしませんね。ハイコとても信頼してるし、でやっぱりねこちらの試作品と比べるとね、キッズさんが取れてるんだよね。でなんかねやっぱりあのアート寄りにいってる感じが私はいたします。ということで、ごたく言ってないで、なんかね、遊べっていう話なんだけどね。これもザラつきのある塗料でできてますから、今日うまくいくといいんですけれども、ちょっとね、こんな形やってみましょうか。これができるとね、本当に嬉しいんですけども、こうして、風車のような形を、こうして、これでですね、これがね、乗っかると嬉しいんですよ。ね。という、こういう感じだね。ちょっとグレーが暗いですか？どうでしょうね。いいですね。わかりますよね。これが、とても美しくて一番好きな、形かな。で、ここからいろいろに遊べるんですけれども、例えばこうして対照的な
こう対象形を作っていくでしょ。対象形を作った上で、そうだな、こうしてみようか。ね。ね。で、こうする。で、これを、まあ、こんな風に並べるとか、ね。こんな風にするとか、こういうのでもいいし、あとね、こんな形ね。そうすると今度は、ここがこう、噛み合うかな。お、こう来るか。こう来るな。こう来たら、お分かりでしょうか。こうしようか。こうしよう。こうしよう。こうして、やっぱりここは赤だよな。どう考えても。赤で、この上乗るかな。あ、乗った。乗ったら、今度は、これの対象形を、こうして、こうだね。これで、今度は、こうして、こうして、で、ここに乗せる。どうだ？違うのか？違う、違う、違う、違う。こうだ。こうだな。こうして、こうだ。はい。こんなのもね、対象形にして、このように、お見せすると結構綺麗なんですよ。はい、これも、気を使うね。よいしょ、こうだな。はい、これ対象形ですよね。対象形ですね。こうしてね、こんな感じでね、てな感じで、はい、じゃあこうして、これ嫌がってますね、さっきから。はい。じゃあね、でもいいんじゃない？あ、これこうだな。こうだな。これで、こうして、こうして、これはこれで、そうだな。これをですね、まあ、いろいろこう四角を作っていくとかね、そしたらやっぱりこれはこうでしょうか。で、これをこういうふうにする。これをこういうふうにするね、こういうふうにする。まあ、なんか、うん、今思ったらこれ電車の中じゃできないですね、うん、まあ旅行に着いてからですね、はい、アートインポケットね。ということで、キュービーご覧いただきました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録をお願いいたします。